よいしょはいえー、疑心暗鬼問題、えー、第3弾をね、えー、やりたいと思います今回は向きを題材にこんな心理でまた疑心暗鬼って生まれちゃうよっていうのをね、えー、やってみたいと思いますねはいこれも俺が作った問題ですがまあ、センター科去問ね、えー、もう山ほど知ってるんでまあまあそういう感じの、えー、雰囲気で疑心暗鬼になりやすいような、ね、生誤問題を作りましたとはいちょっと読んでみましょう 金属の単体や化合物に関する記述として誤っているものを1つ選びなさい、えー、誤り×罰を選ぶんやなと、えー、1つだけ選べばええんやなはいいきますね一個一個検討するのはもうやめます、えー、俺が一応作ったのである知識さえしっかりあればやっぱり解けるんだということをね分かってほしいんでそれは、まあ、いろんな知識あるがここでこれだけ、えー、意識して 知識も拾って帰りましょうと「貸そうかなまああるあてにすんなひどすぎぎる借金金」とね、えー、ちょっとみんなのゴロとちゃうかもしれんが「貸そうかなまああるあて、えー、にすんな」 水素はして火、まあ、ここ H2 って各派の人多いと思うがもういいですそこは俺はね角波 H ひどすぎる借金ひどすぎぎるって俺は言ってますひどすぎるひどすぎぎる水銀なんでねすぎぎる借金金はいえー、まあ向きでねやっぱよく出て非常に大事なのは金属単体のね 反応性っていうテーマ知ってますか、えー、金属単体の反応性、えー。要はね、冷水と反応するとか、 あとは、ま、あ熱水と反応する。まあ、沸騰水って表現されることもあるけど、ブクブクした熱水、沸騰水と反応する。次はね、高温の水蒸気。もっと温度上げたら、もう北になって、もうね、100度を超えて、すんごいスチーム、えー、水蒸気と反応するとか、あとは塩酸と反応しますとか、いろんなあんねんけど、冷水、熱水、高温、水蒸気。結局全部水なんだけど、水と反応するライン、えー、どこまでかってちゃんと覚えてるそれは、 サンドイッチって覚えればいいんだよね。えー、要は、3、1、3。3と3で1をサンドイッチしてるでしょ。挟んでるでしょ。かサンドイッチって、3、1、3でもいいけど、3、1、3、3、1、3でもいいけど、サンドイッチってなんか俺覚えてます。これで、えー、一瞬であることを覚えることができて、 冷水と反応するのはこいつら。冷たい水で反応するよと。マグネシウムって冷水では反応しないよと。ましてやこいつらって冷たい水全然反応しないよっていうような、えー、これ話なよね。冷水。私、これもね、常温の水って出ることもむしろよくあるんで、コップに入った普通の室温の水って思って、常温の水って。 普通飲んだら冷たいんでそれ冷水って言ったりもします。次ね、えー、熱水っていう表現。うーん熱水。えー、っと熱水はえー、っと沸騰水と表現されることも一応あるので。 沸騰水もうひらがなにしましまた沸沸騰水沸騰水水使うと冷水で反応するやつなんかもちろん反応するに決まっていてでもねマグネシウムさっき無反応やったけど熱水にした反応しませんでもそ付きのランクなるとこいつらね、えー、まだ反応しませんってことじゃあもう分かってきた高温水蒸気もう熱水をさらに加熱して高温のね水蒸気にしたら も,う温度もっと上がって激しくなってくるんで冷水で反応するやつらもち反応するマグネシウムもちろん反応するさらに上のランクのこいつらまで反応するよっていうそんな話があるんよねはいでこんぐらいまでをもしきちんと勉強している人がこの問題に出会った時にどんな疑心暗鬼を、えー、やっちゃうのかそしてそれをどう攻略するのかを最後にね、えー、やりたいと思いますははい次はここ かからかな検討する1番ナトリウムの単体は水より密度が小さくこんなん聞いてないよねでもこんなんがいっぱい知識いるのが科学やし無機科学よはいだからもうその辺は自分のね知識不足は調べるなり補いつついきましょう水より密度が小さくまあ実はこれは別に丸ですこの文章ねナトリウム水より軽いは有名水に浮きますで冷水と反応しっていうところはまあ自分にとっては もう物になっているわけで、まあここはまあ丸っていう感じやね。うんとどうしようかな。こうしようか。はい。で次ね、石油中に保存されるか。まあこれも正しいんだよね。でも全部触れません、ここは。そういう回じゃないんで、えー、正しい正しい正しい。全体的にこれ正しいんだよね。で次に、ああ、だからこれね、文章としてまあ丸かなぐらいまで、まあいければいいでしょう。次、アルミの単体はね、 軽金属であり高温の水蒸気と反応するやっぱりこの水との反応性が出てきてここに関してはサンドイッチでアルミやからねアハノスするじゃんっていうここはもうね100%ぐらいだから20丸にしとこうかもう確実ぐらいでも判断できる知識やわでも今度軽金属とかなってくるんじゃないそうこれがね これや疑心暗鬼がだんだん膨らんでいくの軽金属って断言でけへん」ってで大体心理としてはだから罰になりがちでそこ怪しいよねとどうやろうかってで次「にがり」もうやばいやんか「<laughs> にがり」なんか聞いたことあるけど何しかも「科学式えぐ」こんなん見たことねえわっていう受験生も多いが実際有名やけどね 普通にこれは別に有名知識やけどこんなの完璧にしてる受験生はやっぱり少ないと、えー、疑心暗鬼が累積してきますどん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 累積してきます豆乳中のタンパク質を沈殿させる塩石させるこれ一応コロイドっていう分野の用語やけど嚥石なんか怪しいよね業績とかあるしで豆腐作るそんな知らね知らねツっていうのが疑心暗鬼でしょ で次マグネシウムの単体は水より密度が大きく冷水とも熱水とも反応する、うん、なんか熱水とかあったなえっと丸かなちょ待てよとちょちょちょ待てよとあれマグネシウムって熱水反応するけどそこに反応しすぎて安易に丸してない冷水とは反応しないよってことで普通にここ見た時に冷水とものところはもう100%パーこの知識あるだけで。 これつつくく、ね、絶対のつくね。だから1個×選べばいいってことはこれが絶対×だと言えた以上他は知らない知識だらけでも回るなはずなんでこれは失点せずいけるっていうただそれだけなの。でもこういうふうにして1問1問丁寧にやればそんなんミスれへん俺私って思うかもしらんけどこんなんが何問も並んで本番ね 緊張か焦ってやったら知ってる知識で本当は勝負できるはずの問題でも知らないどっかに引きずられて罰って本当にやっちゃうねだからこんな動画を、えー、3本作りましたということでえーね安易に知らないからといって罰する前に知らない知識あったらまあ素人のうちはねもう,もう隠すぐらいがちょうどいいともうちょっと分からへんやつは隠して そう,そう知ってる知識があるところだけしっかり見てこういうピンクのとこへねみんなやったら、えー、このテーマさえあればねこのテーマだけで勝負できる部分がこんなにあるわけやからちゃんとそういうところをね大事にして見てあげるとそこにツあることよくあるからだってこっから出してきてる以上さこんなにこういう考えも大事でこの たった一つの冷水熱水高温の水蒸気という反応性え反応性というテーマでこんなにしつこく選択肢いろいろ入れてきてるということはその中に一個バツ紛れ込んでんちゃうかそんな視点も一つありやと思うねはいあとはねやっぱり他の選択肢もめっちゃ大事な実は知識散りばめてるからこれを機会にねわからんこと調べたりして覚えてくださいと ちなみにまあ、えー、っと、どうせ触れたらね、触れたとこは拾っていった方が効率いいと思うから、た分3番のね、にがりってこれどういうことかって言ったら、みんな豆腐って、もう塊でみんなね、ゲットするやんか、お母さんが。スーパー行ってね。うーんと、どうしよう。もっと見えやすく。もうこれでいこっか。はい。思い切ってこれで行きまーす。みんなはめっちゃ見やすいんちゃうこの方が。 豆乳って簡単に言ったら汁物なんで水分やんか。でも普通の水みたいにサラサラしてなくてトロトロしてるというか、なんかドロドロしてるよね。あれは要はなんか結構溶け込んでるなんか粒子があるはずで。しかもあの粒子も多分ねサイズ結構大きいはずなのね。だからドロドロしてるでしょなんか。ね。舌触り的にもというか。こんぐらいの大きいサイズの粒子を科学界ではコロイドと呼びます。 これはぽっちゃりくんというあだ名をつけて読んでますはいちなみにちょうどこの動画のちょい前にコロイドをね、えー、あのエイトさんっていう香水でねあのバズった夜中にってやつね、えー、夜中にコロイドがいっぱい出てくる歌4曲ぐらいあってあれふざけてるようで結構ね知識ちゃんと詰まってます しかもたあの、概要欄ってわかるタイトルタッチして概要欄見たらちゃんとあの読んで知識も増やせるようにレクチャー書いといたからあのー、ね、コロイド弱い子はね、あのー、それで結構、結構というかめちゃくちゃコロイドできるようになるよイメージもつくように、あのーね、いろいろ絵も描いたんで、はいえー、それでさらっと実はね豆乳、にがり、豆腐ってちょっとね字幕入れててんけど それ知らん行為いと思うから実はここでちょっと拾えるようにっていう、えー、粋な計らいですね豆乳ですこれでも豆腐って固体やんってそうそれはねこいつら、えー、粒子をね沈殿させてんだよねどうやって沈殿させるかそれがね業績とか塩石っていうコロイド用語があって実際こんな綺麗に沈殿しないよこの後にね人が手間をかけて こうね成形質であの形を整えるプロセスはあるんだがみんなが見た豆腐ってこれやんみんなが見る豆腐ってんからこう書いといたけどこれね沈殿させてんだよね縁石業石っていう。で縁石か業石かも実はコロイドとしてはめっちゃ大事やったりするし。 この用語あるとやっぱ引っ掛けっぽいやんかでも今回は別にねこの文章引っ掛けじゃなくて宴石であってんねん,なんで宴石って判断できるかって言ったら多量とか少量っていう言葉普通ね問題文にあったりするよねでもそういう表現今回ないでしょうコロイド知ってる子はね多量と少量で決めてるっていう子は「え今回少量加えたの?」みたいな「多量加えたの?」って 問題文書いてないだからここで決めれなないいいよね。え、どっちっちて書いて書から。じゃあどこで決めるかって言ったら実はこのタンパク質っていうものが今回ね豆腐の中には溶けてるこれは簡単に言ったらあのタンパク質栄養素やねんけども感覚ない子はちょっと難しいんかなスポーツとかやってる子はわかると思う筋トレしたあとにお肉食って筋肉に変えるよね ああいう俺らの体の組織、特に筋肉みたいなものを作ってるのがタンパク質。お肉代表的やけど、あと魚とかもそうです。要は肉、魚っていうのは動物にとっての筋肉やねだからそれを俺たちは食って自分の筋肉に変えてると。でも動物以外もタンパク質があって、それが畑のお肉とも言われる大豆なんだよね。豆。豆ってタンパク質分豊富。だから豆ってタンパク質いっぱいうようよ浮いてんねん。 そしてタンパク質というのはいいか高分子という、えー、グループに属している物質です高分子って何かって言ったらねちっちゃいものがいっぱいつながった大きいサイズの分子だからコロイドなのねだからコロイドだとそして最後に決定的なのは生物の体内に豊富にある物質、えー、だからインバディね、まあ、人体にしとく in body, in 人体。人体ってことは水分めっちゃ豊富でしょう。えー、要は体の6割から7割ぐらいが水分だって言われてるからもう水だらけ。つまり水と仲の良い、水と相性がいい素材が基本的に多いんだよね。だから人体のほとんどを構成してる、えー、タンパク質という組織、成分は絶対水と仲がいいはず。要は浸水コロイドっていう言葉だよね、それ。 水と、ね、仲がいいタイプのコロイドあとはもうコロイドを勉強してる子、えー、は簡単で浸水コロイドって周りにね、えー、実はね水分がいっぱい水がいっぱい周りにいっぱいおってこいつがコロイドをね守ってるボディーガードの働きをしているとボディーガードだから簡単にはね沈まないのでもそこを電解質というものをね少量多量加えて、えー このコロイドを攻撃して沈めるんだけどボディーガードおるから少量では沈まない少量なんかではだから多量にいるってことやね多量の方やね多量に電解室でこのねアタックしないとボディーガードがいっぱいおるから倒せないとボディーガードも倒してようやく中心部のコロイドにアタックできた時に沈むんよねでここにはさっきのこの青い粒というのか コロイドたたたち、ちタンパク質たちがいいっぱい含まれた塊だから豆腐ってもうタンパク質だらけっていうことだから栄養価高いですこういうふうにして、えーね、知識を増やしつつコロイドの知識も増やしつつ心理面で丸抜しつつね心理面での丸抜、えー、どうやって人間はこうね無意識にやってるのかも理解しつつ点数を上げていくというそういうことになります、えー、これ3番の、えー、補足でした こんなふうにして、えー、とついでにいろんな知識ね、えー、漏れがある子は補給補充していけば、えー、どんどん点差あまだまだまたまだどんどん上げれるんでねはいだからコロイドの歌ね4曲作ってるんで本当にそれでコロイドの穴埋めてもらってで今回初めてとかねまだこのチャンネル初めてぐらいの子はもう一個おすすめなのはあれやで「石灰シリーズ」っていう動画は 見るるとと結構向き穴埋まると思うえー、っとねそれはこれあのね石灰シリーズってあって簡単に言うとねカルシウムの、えー、化合物やね石灰っていうのはカルシウムが含まれてんだよね石灰にはでもカルシウムホニャララっていう物質がいっぱいあるからやっぱ悩むよねえセッセッ こうやっけちゃんと覚えてねえわ「え小石灰何やっけ?」丸かな「いや×罰やろ」みたいになっちゃって、まあ、結果今回×やねんけどの石灰って、あのー、合計4つあるから「正石灰小石灰,石灰石石灰水、えー」覚えたようですぐ忘れる子は、えー、覚え方、えー、めちゃくちゃうまい覚え方をね一本動画作ってるんで探してみて。 あのこのチャンネル以外に無機専用チャンネルもあるからそこ飛ぶとまだ動画少ないんでねすぐ見つかると思うし石灰に関する、えー、動画が一本ありますねはいということで、えー、一応知識埋めれるようなわざと構成にしといたんで、えー、そっちも埋めて、えー、いろいろ頑張ってくださいねじゃあここまでにしよっかなはいえー、っと合計3本で人間の心理面で 丸ルペケ大きく動いちゃうっていう疑心暗鬼問題に対する、えー、アイディア、攻め方をね、紹介しました。ポイントはこれだけです。知らない知識は罰しがちという心理がまずある。だからこそ、こう攻略する、対応する。それは知ってる知識で勝負しろやね。だから知ってる知識だけをとりあえずまずはね、丁寧にまずね、見てあげて。 でも知ってる知識があまりに少ないとやっぱり勝負できる範囲狭いからそんな簡単にねえ知らない知識だらけの問題解けないけどある程度勉強していたらえね知ってる範囲が広くなるんでその中の誤りをねあの見つけやすくなります知らないとこにえビビりすぎないようにねそういうことですでもやっぱりえ本ンマのアドバイスはそういうテクニックとか心理面以上に知識を1個でも増やす2個でも増やす10個増やす こうすると、えー、結局はどんどん安定してくるんで,でもそれでも結局届かない知識って本番出てくるのよね向こうが変なの出してくるのよでそこに、えー、あんまり引きずられて罰ってするなよっていうのが今回のアドバイスでした、えー、じゃあね、えー、頑張ってくださいね、えー、お疲れ様またね